い、こんにちは。今日はこちら、はい、メガルカリオ、メガルカリオボックスの塔ですね。こちら、これは実際ね、発売した時買えなかったんですけど、あれだ、メガレックザバトルの時に、会場でね、販売していたものを買いました。で、開けてなかったのが、開けてないでまだちょっと撮ってたんで、今日は紹介をしたいと思います。これかな、入ってるのはライジングフィストが8パック、それからこの今見せてるロングカードボックスと、それから、限定のルチャブル EX が入ってますね。こんな感じか、これか、ここに書いてましたね。はい、じゃあ早速開けていきたいと思います。はい、開きました。じゃあ出していきたいと思います。はい、はい、こちらがね、ロングカードボックスになります。じゃあ開けていきたいと思います。メガルカリオとカイリキ、それからルチャブルがね、書いてあるカードボックスになります。よいしょ。ここにも、おお、ここにも、おお、暗いね。ここにも書いてあります。じゃあ、開けて、出していきます。はい、入ってるのはまずプレイヤーズガイドと、それからライジングフィストが8パック。それから少しカードが入ってるっぽい、ルチャブル EX と、あとは、基本等エネルギー10枚、それからサナが1枚とティエルノが1枚入ってるみたいですね。じゃあまずこちら、このパック限定のこのカード見ていきたいと思います。はい、まずはこちらルチャブル EX、 暗いかな、塔タイプで HP130 ですね。で、特性反撃を持ってて、このポケモンがバトル場で相手のポケモンから技のダメージを受けた時、技を使ったポケモンにダメカを2個乗せるという特性を持ってます。あとは、ムーンサルトストンプが60ダメージ、塔エネルギー1個とノーマルエネルギーが2個ですね。これはバニースタジアムが出ているなら、40ダメージを追加することができます。ほんで、逃げるのに HP は、あ、HP じゃねえや、逃げるのに、のエネルギーは1つ、弱点は雷で、抵抗は、塔です。で、これプロモになってて、XY プロモの38番になりますね。38番。で、あとは、塔エネルギーかな。あと、塔エネルギーが10枚と、それからストロングエネルギーが2枚。はい、このボックス限定のエネルギーが入ってます。で、いつもおなじみのプレイヤーズガイドも1枚ついております。まあ、これはこのアイパックについてるこのルチャブル EX がね、こういう感じで組み合わせてくださいっていうコンボとかの紹介がされております。はい、では、これについてた、ライジングフィスト、ワオ、ライジングフィスト8パック、これを開封したいと思います。じゃあ、4パックずついっていきたいと思います。このスペシャルパック限定パック系はスーパーレアが出やすい傾向があるんで、来てくれるといいですね。はい、では1パック目いきたいと思います。はい、スリープ、ベロベルト、ライジングフィストは開封多分初めてになります。そしてエビバラ、それからバトルレポーター、自分の山札、自分の手札が相手の手札と同じ枚数になるように自分の山札を引く。うん、はい、最後はボルトロス、ノーマルなんだ。はい、はい、では2パック目、 EV、 何これ、腕っぽう、それからズルズキン、そして、おっ、出た、スーパーレアだ、バトルレポーターのスーパーレア、いきなり、うわ、マジか、すげえ、ほらね、スーパーレアが出やすいんですよ、この、はい、そして最後はエレキブル、
やべえ、いきなり来たぞ、これ。すげえ。クソジジイだ。はい。全然ベースじゃねえよ。いやー、すげえ。いいね。はい。3パック目、ゴチム。ワンリキー。そして、フレフワンじゃないや。クレフピーか、クレフピー。うわ、来た。ルカリオ EX。ダブルレアだ。ダブルレア、ルカリオ EX。最後は、ストロングエネルギー。引きがいいね。3パック引いて、ダブルレアとスーパーレア来て。素晴らしい。最高。はい、4パック目。サバムラー。オンバット。そして、アゴの化石。それからフライゴン。最後は、メンテナンス。なんだこれ。自分の手札を2枚選び、山札に戻す。そして山札を切る。その後、自分の山札を1枚引く。自分の山札を2枚戻せないなら、このカードは使えない。あんまいらないかな。よいしょ。はい。前半4枚いきました。とりあえず、スーパーレアとダブルレアが出ております。では、後半残り4つかけていきます。ハサミ。ハサミ。はい。では、後半ですね。5パック目。ジョギーン。ニョロゾ。何これ、チョボマキ、チョボマキ、ピッピ、ん、ルチャブルだ、ルチャブル、レアルチャブル。はい、そして、わ、来た、マウンテンリング。お互いベンチポケモン全員技のダメージを受けないスタジアムです。はい、はい、6パック目かな。次6パック目、やる気者、ヤンチャム、ブーバー、コルニー、それからエレキブル、ノーマルばっかりでした。よいしょ。はい、残り2パック。7パック目、またつぼみ、幕の下、コビット、ファイティングスタジアム、トルネロス。やべえ、ノーマルばっかりじゃん。じゃあラスト8パック目、ジョロム、コジョフ、ウツドン、ウツボット、おー、レアだ。そして最後はアマルルガでした。はい。ってことで、今回こちらメガルカリオの塔、メガルカリオボックスの塔を開封しました。で、これについてライジングフィストをね、8パック開封しまして、で、出たカードがとりあえず、レア以上は4枚かな。レアが2枚で、ウツボットとルチャブル、それから、ダブルレアでルカリオ EX とスーパーレアバトルレポーターという感じの結果になりました。8パック開けてね、4枚がレア以上ということで、半分以上出たので、まあ、かなり確率は良かったかと思います。そしてスーパーレアも来てるんで、まあ、だいぶ良かったかと思います。はい。はい、今回はね、こちらメガルカリオボックスとこちらを開封いたしました。で、自分が始めたのがタイダルと、ガイアボルケーノタイダルストームからだったんで、それ以前のカードはね、買ったことはなかったんですが、こちら、メガレックザバトルで購入したもので開封してるのが残ってたので、今回は、紹介をいたしました。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。